プロ VS プロ、ライト VS アナバンです。ライト、ローリング、バーバリアン、アナバン、ヨノメ。お互いに大きな動きは見せずに少しカードを見せ合いました。待ち、また2倍タイムを待つ。テレイジ、あ、どちらもね、このペッカデッキ、メガナトデッキ、どこかでは入れないといけないので、大型をケアしての待ちになっているか。これは完全に2倍タイム待ちですね。間もなく試合が動きます。ダークネクロ、ヤノアメレイジ、スケダクネ、これはうわっ、飛来神警戒、ゴールドナイト、さあこれアナバン、ライトにはこれしかない。選んだのはエリクサーゴーレム、ビザが、あ、これペッカに入ってハイダメージがターン取っています。エリビスタンでなんとかビザのターゲットは変更、エリクサスライムタワーに到達。ダークネックルはコウモリ生産してカウンターのユニットたちも削ることが多少できました。このビズ大切にいきたいですね。ライト選手アタック、ビズ延命はできています。ソウルコール間に合った、ここにエリクサーゴーレム投入、高津を減らしからゴールナイトのパワーダッシュ、ビズを処理しきることはできません。スライムタワーを削ってまだ通る、エレビズだけで止まらない。419ボイドの削り、レイジも合わせてヤノミもあるぞ、スペル削りでラストを見る。アナバンワンチャンス取りに行く、ライト逆サイド、ドリルプラスのゴールナイト、上川ボイドの削りフィニッシュ、限界突破、ペッカのライトをアナバン、エリクサーゴーレムで倒します。ライトもこれには笑ってしまうと。2試合目ここでも待ち、ああまたナイトはゴブリの檻を使ってメガナイトをケアしている。対メガナイトのライトの正解はこの檻ですね。どうやらそこにしっかりとアンダーバンメガナイトです。ゴブリンのリプラスのトリトン、この2枚
バルーンに対してアイスウィザーズ高め、おトルネード、立野選手アイスウィザーズの治療によって、これどうだ、立野選手のダメージの怖いか、フェニックスで抑えますが、ザップキーデに止めた、アナバンバッカーダメージ入りますが、まあまあまあ絵にも残っているので、タワーにしょ、どうだダメージバッカー入っている、ラバール、うわこのタイミング、ランバーバルーンアタックレイジ防衛のボイド、なんとかダメージは一発だけ、今度はアナバン選手の防衛のターン、ラバーにタゲ取っているタイミングでポンフェニーもラバターゲ、残るバルーン、いいタイミング、トルネード、ここで来た限界突破のメガナイト、陸受けライト選手は縦の選手プラスのトリトン、そして檻まであります、ランバージャックが後ろから走ってくる、上が近畿道成功、うわえメガナイトあそこまで行くのか、キングの裏までメガナイトが行きました、なかなか見れない光景です。右サイドバルーン、ダメージはトルネードで抑える、こちらも近畿道成功、メガナイトジャンププラスのもうワンパンチ2100、今度は右、フェニックス左サイド、たまにターゲットダメージ加えます、右サイドどうだバルーン、トルネード、フェニックスターゲットはバルーンに向きついたが、ザップ、ザップ返し700、爆破も入ります、526、フリーズ、なんだこのリベンジゴブリンの攻撃が抑えていますが、時間を稼いだだけ、いやー綺麗にメガナイト処理です、残るのはグローブだけ、握手をかわして右サイド、下からライトのリベンジゴブリンが走る、キャノンの削りプラスザップ残る卵からフェニックス誕生198、ライトのスペルはボイドプラスのザップ、そろそろスペル削り見えてくるが、これバルーンのバカスラ通してはいけない、建物はない、あの番トルネしかないぞ、時間稼ぎトルネード、どうだただうわー間に合います、ライト取り返して1対1、またアナバンエリクサーゴーレムのようなライトを驚かすデッキピックが必要か、チームメガナイトなんとか勝利が欲しい、このラウンド2からはかなり大差でまた取り返さなければいけません、ライト選手ロイヤルホグ、ああこれアナバン側がメガナイトを使ったら使おうという想定のロイホグデッキ、アナバン側にはファイアボール、ローリングとボンバーとハイダメージ系は豊富です、エレクトロスピードもある、あとロイヤルゴスモか、序盤の5枚すべてが範囲攻撃、コーストプラスのローリングと、まあ、ダメージは最小限です、いい防衛、右サイドアナバンのロイジャースが、いやーライトのテスラ防衛高回転、大会シーンでなかなかロイジャイがその防衛を突破するところを見たことがありません、 ELSP、 あーウッドで巻き込まれた、ロイジャイダメージ一発だけ、うわー
今のウッド、ロイジャイノックバックだけではなかった仕事は。LSP を処理するところまで見ていたライトのウッド。ファイブプラスのボンバーのダメージ。ロックコスト使っています。これ、ね、暇あればライトテスラを食うんですよね。とにかく限界突破テスラのサイクルを回したいというその意図が見える。はい、トリトンファイアボール。これトリトン引っ張りプラス、あでも LSP でダメージは入りません。穴場のターン、リトルプリンスは引っ張らせない。ウトノックバックでリセットですね。先に置いてたテスラだけで攻撃ができました。ライトは、ね、次のテスラ握っていいので、アナバンは後ろからのロイヤルジャイアント。ここも先置き、限界突破のテスラ。スケ警戒か、ボンバーロイヤルジャイアント。さあ両サイドのロイジャイ展開、ウッドで右サイドスケートが処理しました。どうだ、ファイアーボールタワーを削る。ロイジャイのダメージは左サイド入りません。スケの通過がありました。2200リードは7番。ここでの初めて見せたセパレートロイヤルホグ、右サイドレスキューのガーディアン。2067ダメージリード取り返したライト。後ろからライト選手、そしてアナバン選手ともに、あーここは5ウッド6コストでリトプリ処理。左1コストのスケートンで処理をすることでエピソードアバンテージを握ったライト。テスラ限界突破、そしてリトプリもあるのでロイヤルジャイアント、どうだ、入ることはありません。しかも今結構過剰な棒に見えたんですが、手札ね、回してるんですね。これでファイアボール削り、ここにはしっかりとライトもウッド削り合わせます。リードは取れているライト。さあ7番、このゴーストプラス限界突破のロイジャイで、いや先置きハンター。 SP プラスのボンバー追加、どうだ、ハイダメージ、ロイ僕のダメージは、いや通る、少し入って上側限界突破、ロイはタワーダメージは稼げない。残るゴーストが、うわー限界突破スケート、ファイアボールタワーを削る。1700ロイジャーのダメージ一発通れば追いつけるが入らない。右下、いやさっきねファイアボール使っていいので、このロイヤルホグが止まらない。グッドゲーム、握手を交わしたアナバンGG の自陣キングファイボー、アナバン選手タイブレークで2対1、ライト選手が勝利です。 GG。チームペッカ、ライトが勝利。ライトメガナイト使えなくてもしっかりと勝ち切っていきます。